朝ドラ、朝朝が来たあらすじ予告第22週放送分危機物語朝の母・利恵が亡くなりました今池が悲しみに包まれるその一方で和歌山では菊が倒れてしまいます両替や三王寺屋の再興を夢見続けていた菊でしたがそれが叶わぬ夢であると宗兵衛に諭され菊は失意の中にいたのです 1896年、明治29年、千代が京都の女学校を卒業しました。千代と同時に卒業した旧友の信は、女学校を卒業後、朝の秘書として雇われます。折からの不景気で、女子大学校の寄付金集めが停滞。朝となるさは、千代と信の4人は、寄付を募るため、東京に向かいます。東京では、大隈重信の妻、綾子の紹介によって、朝と千代は、 東京の家族たちを訪問。寄付金を募りに歩き回りました。そんな中、訪問先のある家族の邸宅で、千代は、緑山圭介との再会を果たすことができました。一方、みかん農園によって、三王寺屋は再興したという言葉を残し、菊が亡くなりました。菊の葬儀で、朝は忠興と再会。忠興は、朝にとって、思いがけない申し出をします。東京 目白にある今池の土地を女子大学校のために寄付するというのです。